演劇好きの皆さん、こんにちは、どんちゃんです。今日も筋トレ行ってきましたよ。ちょっとね、このウェアが非常にかっこよくはないけれどもね、ジム帰りのまま撮影したいと思います。筋トレブログです。いや、このね、ウェア、トライアルでね、400円ぐらい、ね、安いね。このね、ノースリーブでいい感じでしょう。アンダーアーマーとかスポーツウェアにしたいんだけど、なかなかやっぱね、まだまだ筋トレ初心者というところで、この400円ぐらいのウェアで自分をちょっとこう、なんちゅうかな、抑え込んで、もっとすごくなったらかっこいいの着ようかなと思ってる今日この頃です。今日はね、肩、そしてお腹、胸、全部してきたよ。足はしてないかな。いやー、キンカン TV の弟と一緒に、そして奥さんと一緒にね、行ってきました。スミスマシーンで1時間半ぐらい鍛えた。腕がね、上がんないの、バチバチ。ちょっと筋肉ついたんじゃないでしょうか。ねえ。いやー、楽しいよ、筋トレ。今何日目かな？この前ね、1週間の動画上げさせてもらったんですけど、まあ、食事制限とともにね、まあ、食事制限っつってこう辛い感じじゃないのよね。タンパク質もしっかりとって、まあ、脂質をちょっと抑えるだけでね。で、昨日の夜ドライカレー作ってね、いや、美味しかったよ。昼食べてから非常に美味しかった。カロリーハーフのカレーがあるんですよ。ジャワカレーとかボンカレーもあったかな。で、脂質がねほとんど入ってないの。それを野菜のみじん切りと胸肉のみじん切りでドライカレーにして、ちょっとね、やっぱね、脂質がない分ね、コクが足りないのよね。だからそこにウスターソース入れて、カレー粉別にちょっと加えて、なんとかカレーの味を濃くして作ったんだけど、まあ、非常に美味しい。非常に美味しいんだけど、さっぱりしてる。さっぱりしてる。なんかこう、コクがね、もう一押し。あー、さっぱりみたいな。だから、かなり胃もたれとかはしない。カロリーも低い。ただカレーは美味しいと。栄養も取れるしね。で、野菜もみじん切りでいっぱい入れてるから。今回入れたのは、ピーマン、人参、玉ねぎね。で、鶏胸肉。それだけ。素晴らしいでしょ。カレーはね、いろいろね、なんかこう、お菓子とか食べてない、そういう時に、カレーっていうだけでね、テンション上がるしね。カレーが食べれるんだっつってね。普段食べてたカレーがね、どんだけ脂質が多くて、どれぐらいこってりしてたのかっていうのがね、よくわかる。さっぱりしたカレー食べたらね。でもね、タンパク質量は多いし、野菜のね、栄養も取れるし、非常にいいです。ただただご飯とね、鶏ハムとか食べるよりはね、なんとなくこう元気になるというかね。で、辛くて汗も出るしね、なんかこう代謝が上がったような、そういう感じです。で、一つね、いいことがあって、脂質が少なくて油ギトギトしてないから皿洗いが楽なんだ。これは素晴らしい発見です。世のお父さんたち、皿洗いちゃんとやってますかね？ね、僕よくね、皿洗いするときに油ギトギトでね、もうめちゃくちゃ嫌なのよ。で、一日家おったらね、一日皿洗いしてるでしょ。何かしら洗い物が出るから、嫌になりません？めちゃくちゃ嫌なのよ。もうなんかずーっと一日洗い物しておるような、そういう感じ。ただ、脂質制限をした時かな、洗い物がね、少し苦じゃなくなったのよ。なんでかってね、ギトギトしてないからさらっと落ちるのよね。ほとんど水だけでいけるような感じ。これはね、主婦の皆さん、かなりいいですよ。もうストレスがめちゃくちゃ減りますから。脂質制限、そういうところにもね、素晴らしい効果があるって知っとってください。ね、これ主婦目線でいくとね、かなり便利です、脂質制限。ただ、子供もね、一緒に脂質制限とかするとどうしてもカロリー足りなくなるから、子供はね、普通に作るのよ。カレーとかも普通に、もういつも通り肉もいっぱい入れてね、野菜もいっぱい入れて、ギトギトしとる。それがね、体の中にやっぱ入ると思ったら、かなりやっぱ負担になるんじゃないかなってやっぱ思うよね。そういう発見があった、今んとこね。で、今日もちょっとバチバチ鍛えて、明日からまだ日勤、そしてロング、いろいろ始まるので、またね、仕事三昧になるんだけど、まあ、合間合間で自重トレでね、こう、ガッと力入れてみたりとか、腹筋に、
だから力入れてみたりとかしながらね、まあ、なんとか筋肉の分解が進まないようにやっていきたいと思います。この前ね、金環TV の紹介させてもらって、たくさんの人が弟のね動画を見に行ってくださってありがとうございました。弟喜んでおりました。筋トレのね熱がぐんと上がったような感じだったので、ぜひ弟の YouTube 金環概要欄に貼っておきますので、ぜひ一回チェックしてみてくださいっていうところで、筋トレブログ今日はこれで終わりたいと思います。どんじゃん、続けて必ず素晴らしい体型を手に入れますので、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。